こんにちは、高岡防災です。首都直下地震、これ今回の動画のテーマですけども、報告書とか計画書めっちゃあるんですよ。こんな感じでいろいろ種類があって、まあこれでも一部だったりするんですけど、これ一個パッて手に取ってみたらね、うわ、分厚みたいな、これ両面印刷でもこの厚さなんで、結構読もうと思ったらグワってなるんですよ。ただ今回高岡、一応こういう報告書とかの必要なところをざっくり読ませてもらった上で、意外とみんな知らない首都直下地震のことであるとか、知っといた方がいいなっていうことについて、高岡の知識を交えながら分かりやすくお伝えしていきたいなというふうに思っています。ということで始めていきますけども、今回の動画は5本立て。まず第1章、ささっと解説、首都直下地震で起きる被害。そして第2章、停電や断水の復旧。これ一応最大で何日ぐらいで復旧すると思いますって書かれてたりするんですけども、それより実際もっと遅れるぞというその理由についてお伝えしたいと思っています。そして第3章、警察、消防、自衛隊。これもちろん応援で助けに行きます。救助に行きますけれども、皆さんがイメージしてるよりも全然助けに来ませんよっていう話をこの第3章でしたいと思っています。そして第4章、報告書に一応きちんと書いてはいるんですけども、なかなかね、テレビとかで紹介されてなくて、意外とみんな知らない首都直下地震で起きるとされている、起きる可能性がある35の被災のイメージ。これについてここでお伝えしたいと思っています。そして第5章はこれね、防災相談会。これすいません。私もちょっとね、皆さんに聞きたいことがあって、ぜひコメントもらいたいなっていう話なんですけど、一応やっぱりこういうね、首都直下地震、大震災の時って、すぐに帰宅しないで、3日間ぐらい職場とか学校に留まってねっていうふうに言われてるんですけど、それは果たして皆さんできますか、どうですかっていうところ、ちょっと聞きたいな、相談したいなと思って、この第5章を設けています。今日はね、この5本立てでお送りしていきたいと思います。ということで、この動画進めていきますけども、いつも通り、正しい防災知識と災害体験談をお届けしているこのチャンネル、高岡防災の私、高岡がお届けをしていきます。で、私、高岡なんですけども、神戸市消防局で13年間、つい最近まで勤務していました。阪神淡路大震災では自宅が全壊、大学時代に自衛隊に入ったり、防災士の資格を取った、こんなね、結構昔から防災が大好きみたいな人間が、今日もお届けをしていきたいと思います。さあ、それでは早速スタートです。というわけで、第1章、ささっと解説、首都直下地震で起きる被害、一緒に見ていきます。この章はできるだけ早く終わらせたいなというふうに思っています。で、今から首都直下地震が発生したら、こんな被害が起きるよっていうのをお話ししていきますけども、これあくまでベースになっているのは、東京都が出している令和4年の最新の報告書になるんで、いろんな数字出てきますけども、基本的には東京都だけ、ね、東京都だけのデータになりますんで、そこだけご了承ください。で、早速いきます。まずこの報告書のベース、想定ですけれども、都心南部でマグニチュード 7.3 の直下地震が起きたらこうなるよというのが基本で書かれています。で、なぜこの想定になってるかっていうと、これいろんなね、近いうちに起きる可能性があるっていう巨大地震のパターンをいろいろ試した結果、おそらくこの想定が一番被害が大きいという話になってるんで、やっぱこれがメインでね、報告書書かれてる。こういう感じになってます。じゃあ早速見ていきましょう。まず、住宅の話ですね。地震による住宅の全壊。これはなんと8万2000棟が全壊するというふうに言われていて、8割、そのうち8割が旧耐震基準のものになるというふうに言われています。そして、ここに加えて、やっぱり火災が発生して燃えちゃう家も結構あるんです。なので、これを加えると、合計で19万4000棟の家。もうこれざっくりと東京の約 4% の家になるらしいんですけど、それが燃えちゃうみたいな想定になってます。ただ、これあくまで、ね、火災の想定も一番ひどい想定なんで、毎秒8メートルっていう結構強い風が吹いている時の想定になってると、この状態になるという感じで覚えておいてください。で、これがまず家でした。続いて死者。これもたくさん出ます。死者は東京都だけで約6000人。うち半数弱は火災が原因で亡くなるというふうに言われています。で、特にね、これね、悲惨なことに、寝たきりの方とか、要援護者の方が、もう寝たきりのままで逃げ切れずに1000名近くがこれ火災に巻き込まれる。こういう想定になってます。で、これなんでこんな火事が発生するんかっていうと、一つはさっき言った通り想定上の強風っていうのもありますけど、915件ね、同時に火災が発生しちゃうと。まあ、当然、時間帯にもよるんですけど、悪い時間帯だと、こんな900件以上火災が発生すると。で、それに対して近所の住民とかがね、うわ、消せ消せ、バケツリレーやとか言って消すんですけど、結局623件は、もうそもそも初期消火ができんかったり、初期消火に失敗とかして燃え広がっちゃう。こういう想定になってるんで、非常に多くの方が火災で亡くなる。こういう想定になってます。で、これは阪神淡路大震災の時の写真ですけども、まさにこれと同じ感じで、
家一軒が燃えてるとかじゃなくって、街のブロック、街区が丸ごと一個、ブワーってもう全部広い範囲で燃えちゃうみたいな火災が東京でもおそらく発生するというふうに言われています。で、これ空から見てる空撮の写真なんでよくわかりにくいですけども、地上から見たら同じくこれ写真出しますけど、これ阪神淡路大震災の写真です。もうこんな感じになって、近くにいる人ももうどうしようもない、見てるしかないみたいな感じになっちゃうんですよね。本当に消防隊も来ないし、実際これ家一軒燃えてるけれども、奥の方ももう全部燃えてるんで、今更ここに一番近くの家にね、なんぼ少々バケツ入れて水かけようが、奥が全部燃えてるから、もうその勢いには勝たれへんから絶対燃えちゃうんですよ。だからもう眺めるしかないみたいな感じになっちゃう。これがおそらく東京でも出てくるだろうというふうに言われてます。これがまず火災の話でした。で、次どんどん行きますけども、住宅等からの自力脱出困難者、これについてはもう最大で3万5000人で、エレベーターの停止は2万2000台もするというふうに言われています。ちなみにこれね、あくまで東京都の話ですけど、国の方の10年前のデータだと、エレベーターに閉じ込められる人については首都圏全体で最大1万7000人ぐらい出るというふうに言われています。で、次断水、ライフラインの方に行きますけども、最大で都内の4分の1ぐらいが断水すると。で、おおむね大体全部復旧するまでに最大で17日ぐらいかかるというふうに言われてます。で、次ガスの停止については、これも同じ感じで都内の約4分の1がガス停止すると。で、おおむね復旧が完了するまで、こっちはちょっと長くて約6週間ぐらいかかるんじゃないかというふうに言われてます。そしてどんどんいきますけども、停電については、これはね、全世帯の 11.9%、まあ、大体10分の1ぐらいになるんですけども、これが停電すると。で、おおむね復旧まで4日ぐらいかかるというふうに想定されています。で、避難者についても話が当然書かれてまして、これね、発災の直後にみんなバーって避難所に行くみたいなイメージありますけど、実はそうじゃなくて、初めはね、結構自宅でまだ食料があるし、ここで頑張ろうっていう人が結構いるんですけど、数日とか1週間経って、もう食べ物がないぞとか、もうちょっと断水でさすがに無理ってなって、避難所に行く人が増えてくるんで、ピークは数日から1週間後なんですよ。で、そこのピークで大体東京都だけで300万人ぐらい避難者が出るというふうに見積もられてます。で、うち100万人については、まあ、自分で在宅避難選ばれている方も含めてですけども、100万人については、あぶれた人も含めて避難所の外にいるというふうな想定になっています。次、帰宅困難者については最大で415万人。で、めちゃくちゃ多いんですけども、そのうち自宅まで20キロ以上あるよっていう結構ハードめな人が約300万人いるんですよね。でも4分の3、これぐらいの人が結構ハードな帰宅困難者になってしまうと、そういう想定になっています。で、次、電話については服装して、まあ、通信規制がかかって、おそらくほぼ普通になるだろうと。で、交通に関しても当然、麻痺、渋滞とかめちゃくちゃ発生するんで、信号機消えるんでね。そして電車については全部ストップして、もう家族連絡しようにも家族どこやねんと、会えへんぞみたいな感じが多数発生する。こういう想定になっています。で、これ季節の話すると、もし真冬だったら、これね、寒さによる命の危機が発生するんですよ。もう発災直後に冷たい雨なんか降ってたら余計最低で、もう木の実気温が出てるから、もう全部その冷たい雨当たって、どんどん体が冷えてって、本当に命の危機が発生する。で、雨降ってなかったとしても、やっぱり避難所に入れない人が一定数出てくるんで、あぶれて。そういう人にとっては本当にもう低体温症の危機になって、命の危機が訪れる。これ真冬の想定なんです。それから逆に夏見てみましょう。夏については、これ一時避難場所ってあるでしょ。避難所じゃなくて、一時的にそこに逃げろみたいな、だだっ広い場所って結構指定されてるんですけども、そこに避難した場合、ガンガン遮るもんなしで日光が当たるから、バンバン熱中症が出る可能性があると。で、それ以外にもちろん特に被害がなかった高層ビルとかでも冷房とか消えちゃうんで、それ冷房切れてもたら高層ビルとかマンションの中がガンガン熱くなってきて、うわー耐えれへんってなって、特にビル自体は大丈夫だかもしれないけども、停電によって中から大量に人が溢れ出てきて、それが全て避難者になっちゃうみたいな、結構ね辛い想定が書かれてるんですよ。ね、もうこう、なんか見てるだけでグエってなるような想定じゃないですか。ただ、これあくまで東京都だけの想定なんですよ。お伝えしてる通り、東京都だけ。だから、これ首都圏全体を考えたら、さっきちょっと一瞬話出しましたけど、政府の方のデータ、中央防災会議の資料、これ平成25年のものになるんで、ちょっと数字が古かった。まあ逆に古いというか、死者とかの数が多めに見積まれてたりするんですけども、この資料だと、
建物の全壊とか焼失は最大で61万棟、死者については首都圏全体で最大2万3000人っていう大惨事を予定してるんですね。で、発災直後に23区についてはもう約半分が停電するし、で、これ電力危機が起きるぞと。これ何の危機かっていうと、東京湾沿岸の火力発電所がまあ軒並みダウンしちゃって、必要な電力量の夏場で言うと 50% くらいしか供給できんみたいな話になるみたいで、それがね、1週間以上続くんで、大規模な停電とか、もしくは計画停電みたいなのがずっと続く可能性があるぞ、みたいな、そういう感じのね、報告書になってるんです。もうこれ余計にグエッうわーってなりますよね。まあ、私とかまだその首都圏に住んでないんで、なんか気持ちそこまで入らないですけど、こう住んでる人からしたらグワーってなりますよね。で、そしてさらに残念なことなんですけど、断水とか停電ね、さっきなんか断水やったら17日とか言いましたけど、この書いてある日数って割とね、こうふわっとしてるというか、ちょっとね、根拠が薄いんです。なので、実際この日数よりかなり長く続く可能性があるんですよ、という話なんです。で、この話、次の第2章でしたいと思っています。ここまでがね、すいません。第1章、ささっと解説、首都直下地震で起きる被害というお話でした。それではこのまま第2章、停電や断水の復旧が計画書に書かれている日数よりも断然長く、もっと遅くなりますよというその理由について説明をしていきます。計画通り、もう計画書に書かれている通りの震源で、ドストライクに都心南部でマグニチュード 7.3 想定通りの地震が発生したとしても、実はきっとね、もっと長く断水するんです。で、こう思っている理由はこれなんです。答えですけども、報告書に書いてるんですがね。水道だったら水道管の損傷、電力だったら配電線の損傷だけ、これを直すことの期間だけで算出してるんで、例えば浄水施設そのものであるとか、変電所とか発電所自体の被災、もしくはいろんなものが壊れた時に、希少部品ね、これないと絶対発電できへんねんけど、これ取り寄せようと思ったらあと3ヶ月かかるぞみたいな部品が壊れてしまうとか、こういうケースとか、あとそれとか交通途絶ね、もう断水直しに行こうと思ったらあそこ行かなあかんのにそこに行かれへんとか、もしくはそもそももうマンパワー、人員が全然足りてなくて思ったような勢いで復旧できませんとかになってくる、こういういろんな想定しきれないようなことの影響は全て計算外、その上での断水17日、停電4日っていう数字なんですよ。だから正直な話、これ断水がね、最大17日って一応書かれてるけれども、これそれをもって想定してたら、何ヶ月経っても実際は断水が私んとこ解消しませんみたいなパターンも全然あり得るんです。で、逆にこれね、当然言っときますけど、地震が 7.3 より小さかったらちょっと遠かったりとか、そういうパターンですぐ復旧する場合ももちろんあるし、で、17日って言ってて実際17日かかったとしても、運よく自分の住んでるエリアが4日目に復旧するエリアに住んでたら、それはもちろん早く復旧するってパターンもあるんです。だからね、わかんないんですよ。ちなみにね、4日目って、運よく4日目って書いてますけども、一応計画上は、発災後の1日目から3日目、これについては復旧はさせないんです。基本的に水道管については、ずっと被害箇所の確認について3日間使っちゃうんで、復旧作業開始4日目を想定してるんで、運よくでも4日目なんですね。一応これ覚えておいてください。参考情報。ね、こんな感じですいません。17日の話戻りますけど、あれ、当てになりにくいんですよ。だからやっぱり、何日目に解消とかっていうのって、この他の地震の想定も全部そうなんですけど、やっぱり何かの目安にあんまりしちゃいけないというふうに高岡防災は思ってます。ちなみに、すいません、ここまでずっとライフラインの話をしてきたんで、話ちょっと変えて支援物資の話もしたいんですけど、計画上やっぱり支援物資がね、もう全国各地から送られてくるというふうに思われてる方おられると思うんで、この話をしますけども、3日間についてはね、もう計画書に書かれてるんですけども、3日間については送られてくるもんは当てにしんといてと。基本的には家庭と自治体の倉庫とか避難所にある備蓄で何とかするという想定になってるんで、やっぱり3日間はまず自前で何とかする。そしてこの支援物資っていうのは4日目までに、4日目以降に何とか届けるんでよろしくねっていうふうに書かれてるんですよ。で、これはね、すいません、都の報告書じゃなくて、ここにつらつら書いてますけども、別の報告書、政府の報告書があって、首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画、これについてこれが書かれてるんで、やっぱりね、あの3日分は少なくとも備蓄皆さんいると思います。少なくとも3日、できれば1週間はやっぱり自前で備えとかないと配給物資すぐ来ないんで、これ覚えておいてください。で、もう今日結論ですけども、
断水がね、何日、最大何日とかそういうのをもとに、どれだけ備えようかみたいな考え方ではなくて、自分の家の収納とか余力とかを考えた上で、マックスどれだけ備えれるかっていう考え方をした方が、首都直下地震に関しては絶対いいと思うんで、それをお勧めしておきます。ちなみにが出ました。ちなみに、ここまでのね、話だとすいません。私、報告書に書かれていることが、当てんならみたいな話言って、ダメな書類っぽく聞こえるかもしれませんけども、この報告書。この報告書はね、実はかなり正確で、しかも誠実に書かれてるんですよ。で、報告書の中で、あくまでいろんな数値出してるけれども、あくまで仮説の上の仮説の計算になっちゃってますよ、みたいなことは、もう、重々書かれてるし、で、数値化しようのない、さっき言ったね、希少部品がないとか、話したでしょ？ああいう、いろいろな要素が絡み合って、思ってたより被害がもっと大幅に拡大する可能性も十分あるんですよっていうのが書かれてるきちんとした報告書なんです。結構いい報告書なんですよ。なので、もしよかったら、これすごく参考になる、報告書なんで、めちゃくちゃぶっといですけど、結構読み応えがあるんですけど、こういうね、東京都防災会議の首都直下地震等による東京の被害想定報告書、これもしよろしければ見てもらったらいいかなというふうに思っています。これがすいません、第2章。停電や断水の復旧が計画書に書かれている日数よりももっと遅れるんですよという理由、この話をさせてもらいました。さあ、それではそのまま第3章。警察、消防、自衛隊が全然助けに来ないと。結構来ると思ってたのになかなかあいつら助けに来おへんぞと、どこにおんねんってなるという話をここからしていきます。首都直下地震が起きたら全国の警察とか消防とか自衛隊がうわーってね、もうその関東の方に駆けつけてくれるんですよ。そういう想定になってるんです。で、警察やったら規模 1.4 万人多いですよね、それだけでもね。で、消防やったら 2.1 万人で、自衛隊に関しては、もともとこれ関東にいる部隊の数も含めてますけども、11.1 万人が動員されて、もう地方にいる部隊に関しては、まずこの、ね、進出拠点っていうのがもうあらかじめ決まってて、そこに向かってくるんですよ。これ進出拠点って何かというと、大体その高速のサービスエリアとかが指定されてるんですけど、関東の被災地に近いギリギリの際のラインにあるサービスエリアまでみんなそこまで前進してこいと。で、そこが拠点やから、そこで一旦集結して、そこから被災地に入っていくみたいなね。進出拠点が全部決められてるんです。で、もう実はね、これどの部隊がどこに応援に行くかまである程度計画書の中に書かれてるんですよ。だから、例えば私今神戸にいますけど、兵庫県の消防隊はどこどこサービスエリアにまず進出拠点があるで、そこに行って、その次、例えば神奈川県に行ってねとかも、ある程度そういうところまで決まっちゃってるんですよね。まあ、もちろん災害の状態に応じて行き先を変更するっていうのはありますけど、もし想定通りやったら、あなたの部隊はここに行くんやでっていうのがあらかじめ決まってたりするんです。結構かっつりしてるんですよね。で、拠点にするようなね、全国の港とか空港、これもね、もちろんリスト化されてて、緊急時とかこれこれするときはこの空港、これこれするんだったらこの港を使うとかね、全部決まってて、かっちりとね、計画できてるんですよ。で、この計画通り、おそらく全国から応援部隊が駆けつけます。まずは警察ですよ。警察は広域緊急援助隊。これ、まあ、いわゆるこういう服着た警察官の方、最近災害のニュースでよく見ますよね。これ、まあ、阪神淡路大震災は契機にできたんですけども、まあ、こういう人たちがね、中心になって、うわーって、まあ、関東の方に駆けつけてきてくれるんですよ。で、阪神淡路大震災より前って、警察ってそんなね、いっぱい救助の装備とか持ってなかったんですけど、今はすごく充実してて、こんな感じで、いろいろ装備持ってるんですよ。これなんて、消防のレスキュー隊と同じような車なんで、ほぼ同じことできるんです。で、こんなんね、消防なんか基本持ってないんで、ショベルカーとか、本当にいろいろ持ってて結構頼りがいありそうですよね。で、消防もね、消防でこんな感じ。緊急消防援助隊っていう、これも阪神淡路大震災きっかけにできた部隊ですけども、もともと6000何百隊かの部隊がね、もう全国で登録されてて、大災害が起きたら、その被災地に向けてブワーってね、その部隊が集まってくるみたいなシステム作ってるんで、これおそらく進出拠点に集まった時の、まあ、写真だと思いますけど、こんな感じで集まってきてくれて、すごくなんか心強いですよね。で、もちろん、まあ、消防以外も持ってるんですけども、これ緊急消防援助隊の最近の能登地震の時の活動の写真で、ヘリとか使ってね、こんな感じで、金沢の消防と神戸のヘリが連携してとかして、まあ、怪我人を運ぶとかしたりして、結構ね、なんか助かりそうみたいな気しますよね。で、そして最後、自衛隊。これやっぱり頭数が多いんで、人海戦術させたらもう無敵ですよね。もう瓦礫運ぶだの、で、スコップ渡して穴掘るだのさせたら、もうめちゃくちゃやっぱ掘れるんで、すごく頼りがいがあります。で、私も自衛隊いましたけど、私がいた補給隊っていう部隊は、すごくね、災害に直結した、まあ、この役に立つ装備を持っていて、
こっちなんかは入浴セットって言うんですけども、まあ、避難所に持って行ったらテントでお風呂、銭湯ができちゃうみたいなセットも持ってたり、でこっち野外水具って言って、もう一撃で何百人分もご飯作れちゃうみたいな、そういうね、すごく便利なセット持ってたりするんで、すごくこれも頼りがい、合いそうですよね。もうすごく頼れそう。で、ここまで見てたら、なんかすごく心強いぞと。首都直下地震、なんかいける気がすると、負けへん気がするってなるじゃないですか。ただね、残念、ごめんなさい。これ高岡はちょっとね、首都直下地震はさすがにちょっと無理ちゃうかなって思ってるんで、この賞があるんですよ。で、これ理由はこれです。首都圏の規模がでかすぎて、もう地方じゃ応援しきれないのが目に見えてるんですよ。で、この説明をここからしていきます。これはね、まあ一応話としては警察、消防、自衛隊の話なんですけど、もう消防の規模感を見ていくだけでわかるんで、見ていってください。まずこれね、すごく雑な計算をしちゃうんですけど、阪神淡路大震災の時、あれすごく消防が大変で、全国から消防が応援もらったんですけど、これね、阪神淡路大震災の時は、兵庫の消防士、もうざっくり6000人なんですけど、まあ、これが困ったと、ここの管轄エリアが困ったっていうことで、残りの全国の消防士、16万人が支えたんですよ。16万人の余力で兵庫を支えたんです。で、これ6000人と16万人なんで、ざっくり雑な計算をすると25倍の余力を持って支えてたんですよ。で、次、国難と言われた東日本大震災。この時は東北の消防士、被害が大きかった3つの県合わせてもこれも8000人ぐらいしかいないんで、これを残りの全国の消防士16万人のその余力で支えたんですよ。これもやっぱり雑な計算をざっくり割ると約20倍なんですよね。だから今までの大災害は20倍とか25倍で支えてたんですよ、余力を持って。ただこれがじゃあ次首都直下地震だったらどうなるかっていうと、もう被害が出るであろうっていう関東のね、1都3県について、これ4万6000人が守ってるエリアなんですよ。で、この4万6000人をね、残りの全国の消防士ってもう12万ぐらいになってまうんで、これで支えようとすると倍率が何倍になるかって言ったら、これ 2.5 倍になるんですよ。今までは、20倍とか25倍の人員のその余力で支えてたのに、急に 2.5 倍になるんで、もうどう見てもしんどいんですよ。もうこの倍率見てるだけで圧倒的にやばそうっていうのは、なんとなくわかりますよね。で、残念ながらそもそも、ちょっとまた別の数字出してきますけど、関東の消防ってさっきに言ってたね、1都3県ですが、これの 4.6 万人って言うけれども、ここにさっきね、緊急消防援助隊がいっぱい行きますって言ったでしょ？あれ人数覚えてます？あれ 2.1 万人なんですよ。なんかここだけ見たら 2.1 万人めちゃくちゃたくさん助けに来てくれるって思うかもしれへんけれども、これ全員到着できたとしても 1.5 倍にすらならないんですよ。だって 4.6 万人もともとおるんで、これ半分は 2.3 万人でしょ。それ以下の 2.1 万人しか行けないんで、これ全員到着しましたってなっても消防士が 1.5 倍にしかならないんですよ。で、これってね、もう圧倒的に消防力が絶対に足りなくなるっていう大地震直後のシーンとかやったら、これね、消防士がたとえ 1.5 倍になったとしても大きな流れは絶対変わらないんですよ。これ例えて言うなら普通の飲食店と一緒でね、例えばマクドナルドでいつもより20倍とか30倍の数のお客さんが来ましたみたいな状態になるわけですよ。その時にね、店長すいません、今日なんかわかんないですけど、お客さんがいつもの20倍来てますって言った時に、店長が、あ、わかったわかった、大変やな、じゃあ今からレジの定員 1.5 倍にするわとか言われたとして、それでね、解決するわけないでしょ。まさにそれと同じことなんですよ。だからね、めっちゃいっぱい来てくれるように感じて、実はほとんどあまり足しにならないって言うとあかんなんですけど、もうほとんど流れが変わらないような話になっちゃうんですよね。で、これはね、基本的に消防だけじゃなくて警察も同じです。 1. 点何万人応援来ますけども、やっぱ関東ってもともと多いんで、足したとしてもその 1.5 倍とかね、その程度なんですよ。なんか応援が来たから、他の災害とかやったらね、もうなんか正直地方の方の災害やったら、その応援に行ったおかげで消防士が何倍とかなったりすることもあるんですけど、もうこと首都直下地震で相手が関東、人口が多いとこになっちゃうと、もうこれ警察も同じで、焼け石に水みたいな状態にどうしてもなっちゃうんです。だからこれ、あと頼れると言ったらもう自衛隊。自衛隊はもともとはずっとね、まあ、日頃そんな戦争とか起きないからずっと駐屯地におるだけで、直接的に市民を守ってるわけじゃないんで、これがどれだけ何万人投入できて市民の助けになるか、これに結構かかってるんですよ。ただやっぱりね、それでも
自衛隊も人数いるのはいるけれども、やっぱ関東にいると言っても数万人程度なんでね、これを足したとしても、やっぱ人員は2倍とか3倍になるのが関の山かなというふうに思ってるんですよ。ということは、やっぱりさっきのマクドナルドの話で言うと、客が20倍も30倍も来てる中でね、自衛隊の力入れて、人を守る力、レジが4倍になったとしても、客が20倍も30倍も来とったら、やっぱりさばけないじゃないですか。そういう状態になっちゃうんですよ。だからね、絶対苦しいんです。そうなるんですよ。でね、残念ながら、さらに追加の話なんですけども、残念ながら、全国から行くって言われてる応援部隊は、もちろんですけども、そんな数時間後に被災地に到着して活動開始なんて、まずできないんですよ。よっぽど近いところにいる部隊別にね、して、基本的にはそんな数時間後にもうすぐ着きましたとか絶対ないんです。で、まず、もう我々消防の話で言っちゃいますけど、まず緊急消防部隊に行くぞってなったら、資機材出してきて準備して、で、準備にそこそこ時間かかって、人集めるのもちょっと時間かかって、そっから出発をして、まあその前一回集合しなきゃあかんですけど、県やったら県でね、集合して、出発して、移動に時間がかかってんで、一応その進出起点なり、その直前の救助の拠点とかに到着して、じゃあすぐに着いたから、よし、その瓦礫で埋もってる人の現場に行くぞじゃなくて、やっぱりまず3番のこの現地本部に一回顔出して、もう我々の部隊はどこを担当したらいいですか、で、そこに行くにあたってどういう課題があって、どういうルートですかみたいな話をちゃんと調整した上で、もうそっからやっと出発して、悪路を時間かけて移動した上で、やっと瓦礫の現場について活動開始。このね、1から5のね、工程を踏まなあかんので、そんなもんね、よっぽど近いところにいない限りは、何時間後について活動開始って、まず難しいんですよね。これ覚えておいてください。ということで、警察 1.4 万人、消防 2.1 万人、自衛隊11万人って言いましたけども、これが一気に全部来てくれなんて絶対思わないでください。もう特に北海道とか、沖縄とかも含めての人数なんで、その全集合しようと思ったらめちゃくちゃ時間かかりますからね。それは覚えておいた方がいいです。で、結果として、まあその災害直後とかによく起きる全ての火災とか、生き埋め事案とか、閉じ込めとか、大怪我とか、これに全部対応するなんて絶対に無理なんですよ。もう警察、消防、自衛隊は圧倒的に足りなくなります。で、もし自分の目の前に生き埋め現場があったとしてね、そこに運よくレスキュー隊がいたら、それはもう激レアなんで、もう基本的に本当にラッキーやというふうに思ってください。そういう感じになります。で、やっぱりもうそういう状態なんで、自助とか共助、もうこれがね、もうずっとその防災関連ではずっと言われてますけど、もうこれが一番大事なんですよ。で、もう公助は期待しないでと、こう改めて言っておきます。ということでね、これがすいません。第3章、警察、消防、自衛隊が全然助けに来ない理由でした。で、次すいません。第4章なんですけども、その前にちょっとだけ宣伝タイム。高岡防災、このチャンネルですけども、他の防災のチャンネルがなかなかやらないような、独自の情報をできるだけね、お伝えできるように頑張っているチャンネルなんで、見逃せないように、もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、今回すいません。ちょっとね、報告書みたいな話をベースに話してるんで、結構お堅い話になってますけど、普段はね、非常用トイレ全部いろいろ買ってきて試してみたりとか、結構面白い動画もやってますんで、ぜひそちらもチェックしてもらえたらいいかなというふうに思ってます。で、いつも通り、高評価とかね、コメント残しもよろしくお願いいたします。さあ、それでは話戻して次の章に行きましょう。第4章、報告書に書いてあるのに意外とみんな知らない首都直下地震で起きるとされている35の被災イメージ、これを見ていきます。東京都の報告書、今までずっとこの話してきましたけども、これね、数字以外の多くの懸念事項も実は書いてるんですよ。なんかイメージで言うと、死者が何名でとか、壊れる家がどんだけでみたいな数字ばっかり書いてるんかなと思ったら、もちろんそうじゃなくて、もしかしたら数字では表せないけど、こういう事態が発生するかもみたいなのが、もう山ほど書いてくれてる、すごくいい報告書なんですよね。で、これを紹介したいんですけども、やっぱりね、こういう内容ってね、テレビ番組じゃなかなか扱ってくれないんですよ。まあ、そのめちゃくちゃ長い防災特番やったらやってくれたりするんですけど、すごく短い防災のコーナーやったらね、やっぱり死者がどれだけで、全壊家屋がどれだけで、で、帰宅難民がどんだけみたいな数字しか扱わずに、そっからもうそのまますぐなんか、おすすめの防災グッズの紹介とかになっちゃったりするんで、なかなかね、そこまで扱ってくれるテレビ番組もないんで、知らない方も結構多いと思います。なので、その細かな点を今回、高岡防災が紹介していきます。で、意外な盲点とかね、
あ、なるほど、こういう視点か、みたいな視点も出てきたりとかして、結構ね、いろいろ気づくところがあるはずなんで、ぜひ見ていってください。で、報告書から、まあ、いっぱい、もう、僕めちゃくちゃぶっといんで、すいません、もう出てきた順にうわーって35個並べてるんで、特にすいません、ぐちゃぐちゃになってますけど、そのまとまりがないことだけはご容赦ください。もう連続でブワーって35個上げていくんで、もう一個一個ね、言っていったらめちゃくちゃ時間かかるんで、わーってもうなんか言っていくだけになっちゃうと思いますけども、それ見ていってください。さあ、それでは行きましょう。35項目、ババッと全部一気にいっちゃいます。一つ目、人手不足でビルの安全確認ができなくて、帰宅困難者って普通はね、一時滞在施設がこれ解放されるんですけども、これが安全確認できへんからっていう理由で解放されなくなって使えなくなる。この可能性が一つ目言われてます。そして二つ目、どんどんいきます。川の堤防とかなんですけども、これ地震の揺れでちょっと壊れちゃったりとか、もしくは液状化で沈んだり、もしくは水門がうまいこと閉まらんかったみたいな、こういうのがあると、東京の東部の方のゼロメートル地帯については、地震洪水が発生して水でジャブジャブになる可能性があると、この危険性も一つ言われてます。そして三つ目、建物の応急危険度判定。これまあ、赤い紙貼って危険とかね、ああいうのがあるじゃないですか。あれももちろん間に合わなくなって、通行人近くに通るけれども、その建物が危険かどうかわからんまま近く通ってすごく危ない。もしくは、これも書いてませんけど、本当はね、危険なのかもしれへんけども、よくこの建物がどれだけ危険かわからないまま、住民がその家に住み続けてしまう、こういう危険性もあります。これが三つ目。そして四つ目。停電が復旧したとしても、じゃあエレベーターマンションで使えるかっていうと、業者が点検終わるまで使えないんで、それまでずーっと使えなくなる。これ4つ目で言われてます。そして5つ目、断水したエリアでは自宅自体に被害がなかったとしても、家のトイレが使えなくなるんで、みんなどうしようどうしようってなって、避難所やったらトイレ合うぞみたいな感じで、避難所に人が押し寄せてしまう。これ言われてます。そして6個目、周辺地域の次、下水道。ね、これ全然被害なかったとして、普通にこのままやったらトイレ使えるんですよってなったとしても、自分のマンションの下水管が破損してしまって、これね、当然修理するの普通の状態じゃない、災害時なんでなかなか直せないんで、結局マンションのトイレずっと使えないっていう状態。これも一つ想定されてます。そして7個目、停電したエリアでは、非常用発電機の燃料がなくなった段階で、浄水場も下水処理場も機能停止しちゃうと。だからこれ水もポンプなるし、下水も流せなくなると。そういう状態が想定されてます。それから8個目、高層マンションでは、これ大体ね、高層マンションは火事が起きて上の方の階なんてもうはしご車でも届かんくなるんで、はしご車ってマックスでも50メートルやったりするんでね、それ以上上の階になってくるともう届かないんで、消防士も行けないんで、基本的にはスプリンクラーで消すっていう想定になってるんですよ。で、そのスプリンクラーが地震で故障しちゃった状態で火が出ちゃったりすると、もう上の方の階でずっと燃え続けて消されへんって話になっちゃうんで、そのマンションから膨大な人数の人がもうここいてたら危ないっていうので、マンションから出てくる、ビルから出てくるって状態になって地上に溢れ出す。これが言われてます。これ8個目。そして9個目。エレベーター停止によって、そのマンションとかビルとかの中高層階の住民が避難者になってしまうんだけれども、これ今までずっと言ってきましたね。まあ、いろんなパターン、他も全部そうなんですけど、もう避難所がいっぱいで全然入れない。これは想定されてます。ちなみに避難所って地域のもともと住んでる住人の2割とか3割分ぐらいの定員しかもともとないんで、こういうね、ちょっとエレベーターが壊れただけみたいな、なんか家が全壊したとは違う理由で避難する人が溢れてしまうと、もうすぐ絶対にいっぱいになる。そういうもんなんで、絶対に満杯になった上で入れなくなる。これがね、9個目で想定されてます。そして10個目、救急車。これもちろん不足するんで、搬送が間に合わずに重症者が死亡する。これ、もともと救急車って、私、他の動画でも言ってますけど、もともと稼働率が 90% とかやったりするんで、そんなもんね、アホみたいに怪我人が出たら、もうほぼ全然対応できないと思った方がいいです。それぐらいの話になるんで、もう重症者については、すいませんけど、どんどん運べなくなっていく。これが想定されてます。そして11個目、信号が消えるんで、停電で。渋滞もちろんするし、それによってもし交通事故とかが起きたりすると、これは多数発生することによって、緊急車両が現場に着けなくなります。それから12個目、
車両の渋滞に加えて、これ帰宅困難者がね、わーってもそれでもみんな家帰ろうとするんで、歩行者が道に溢れるんですよ。で、東日本大震災ってもそうだったじゃないですか。人がみんなね、車道の横の歩道をわーってずっと列なして歩いてる映像見たでしょ。あれに絶対またなっちゃうんで、それが人数多くなって歩道から溢れ出すと。で、しかも溢れ出さんでも交差点のところは絶対人がバーって通っちゃうんで、信号がない状態で、そもそも車同士もね、どっちが先行くかってなってるところに、さらに人が通るみたいな話になるんで、もう渋滞がさらに助長される。これが12個目。そして13個目。逃げるときに車両を放置して、しかも鍵をかけたまま逃げるっていう避難者が多数発生することによって、さらに渋滞を助長して、緊急車両、それから書いてませんけども、支援物資運ぶ車両とか、他の大事な車両を邪魔する可能性、これが指摘されています。これが13個目。そして14個目。JR の在来線とか私鉄、これについてはもう想定で震度6以上の路線になると500メートルに1箇所ぐらいの割合で軌道、線路自体が変状、変形するみたいな想定になってます。なので結構これ修復するの時間かかりそうですよね。これが14個目。そして15個目。火災旋風、これはよく言われてますけども、これ関東大震災の時でも人どころか、なんか馬車ごとなんか持ち上げられて風でブワーンって飛んでったみたいな話になるような話なんで、こういうのがもし発生してしまって、そこに大量の人がいたりすると、もう死傷者が想定されているよりも大幅に増えてしまう可能性がある。これが言われてます。そして16個目、夏の日中に地震が発生してしまって、遮蔽物がないような避難場所、さっき言いましたよね、一番初めにちょっと言いましたけど、そういう逃げる場所が一時避難場所みたいな、そういうもう日差しを遮るところがないところにいると、熱中症になる避難者が多数発生する、これが言われてます。そして17個目、長周期地震、これね、まあ、地震の震源から遠いところでもそうなんですけど、めちゃくちゃビルがグワングワングワンって揺れるみたいな話になるんですけど、これの影響とかによって、支持材が腐食したビルのカーテンオール等が落下して死傷者が出る。これカーテンオール、ちょっと聞き慣れない方もおられるかもしれませんので、写真出しますけど、こういう、いわゆる、なんかガラス張りのね、ビルあるじゃないですか。これね、まあ、カーテンオールって言って、まあ、いわゆるね、ガラス状の壁なんですよ。まあ、ガラスじゃないんですけど。で、これって基本的にはがっつりつけられてるんですけど、こう想定では腐食とかがあるようなちょっとアカンビルやと、これがバラ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 落ちてきて死傷者が発生するというふうに言われてます。で、これね、外壁の代わりに貼ってるんで、これなくなったらもう通通になってまうんですよ。だからこれ次言ってるんですけど、18個目、カーテンウォールが落下したところから人や収容物がガンガン揺れてるんで、立てないような揺れになってるんで、そっから人や収容物が落ちちゃうみたいな可能性もこれ報告書に書かれてます。これ18個目。そして19個目、ライフライン停止によってもう停電するんで、人工呼吸器とか透析器が回せなくなるんで、そういうのを受けている人、持っている人の生命維持が困難になります。そして20個目、同じく物流停止ですけども、物流が止まっちゃうんで、医薬品とかもしくは酸素ボンベ絶対いるねみたいな方にそれが届かずに生命維持が困難になる、死亡するっていうのも書かれてます。そして21個目、高速道路をその時走っていた車については、基本的に直近の出口とかに誘導されて、で、逆に入ってくる間はもう高速道路に入ってこれなくなるみたいな措置になるんですけど、出ていく方の車については、誘導完了後で少なくとも半日以上要するって書かれてて、あ、そんなかかるのみたいなね。めちゃくちゃだからやっぱり高速道路走ってて誘導されるってなると、多分まあ下がね、なかなか出れへんような渋滞になってたりとか、そういうのを想定してるんでしょうけど、そういう状態で出れない可能性があるというのも書かれてます。そして22個目、大規模停電になっちゃうと、自家発電設備を備えていないガソリンスタンドについては給油ができなくなります。そして23番目、東京湾岸壁の約7割、これ、ね、バースって言うんですけど、東京湾のバースの7割が被害を受けるような想定になってるんで、そうなってくるともうやっぱりね、船で大量に物を入れてるっていうのがあるんで、やっぱ船がいっぱい運べるんで物、それが入れなくなっちゃうんで、物流に大きな影響を与える可能性があると言われてます。で、次24個目、港湾の復旧ね、これが遅れちゃうと首都圏全域で物流が長期に混乱して物資不足が継続するというふうに言われてます。これやっぱり港からね、海沿いの船で大量に物資運んで入れてるっていうのがすごく大きいんで、それが止まっちゃうともう長期的に物資不足になりますよというのが言われてます。そして25個目、発災から1週間は緊急物資の輸送が当然優先されるんで、普通の一般の物流については止まってしまう可能性、もしくは遅延する可能性が十分ありますよというのが25番で言われてます。そして26番、
米の備蓄は実は玄米で倉庫でされてるんで、停電しちゃうと精米して白米にすることが困難になる。これ私も見て、なるほどと思ったんですけど、そうなんです。だから精米が関東圏でできなくなっちゃう。こういう話になります。そして27個目。在宅避難者とか、避難所以外、いわゆるもう指定されてる避難所じゃなくて、どっかのもう指定されてない施設に身を寄せてる避難者とか、それから帰宅困難者とか、こういう本来のその正式な避難所にいない人が、避難所の備蓄を頼って、すいません、食べ物くださいって来ちゃうんで、避難所にもともとあった備蓄が、もうすごい勢いで早期に枯渇する可能性。これ27番で言われてます。そして28番。夏場など炎天下の場合はこれ給水にみんな列並びますけど、その並んでる被災者がバタバタ熱中症になってしまう可能性、これが言われてます。そして29番、避難所ですけれども、当然健常者、健康な方の方が早く動けるんで、その人らがまずうわーって押し寄せて避難所を満杯にしちゃうんですよ。で、その後に要援護者、例えば寝たきりのご老人であるとか、もしくは妊婦で調子が悪い方なんかが、後でやっと着いた避難所にって着くんだけれども、着いた頃にはもう健康な人で避難所がいっぱいになっていて入れない、この可能性が言われています。さあ、そして次30番、災害伝言ダイヤル171、これすごく有名で安否登録しますけども、安否登録が急増しすぎて、これシステム容量があるんで、その容量を超えるとね、それ以上の録音とか登録ができなくなるんですよ。これが指摘されています。それから次31番、避難所でアレルギー対応食が提供できない場合って、これ全然あって、アレルギーを持つような避難者が食事を取れなくなるっていうシーンも想定されてます。これ実際に東日本でもあったみたいで、ね、お母さんが子供と一緒に避難してやっとご飯やと思ってご飯配給でもらったけれども、子供がアレルギーで食べさせられない、だからお母さんこれ私食べちゃいけないのと言われて、お母さんそれ聞かれてもうどう答えていいかわからんくなるし、で結局お母さんはもう自分も食べない、子供も食べさせれない、そんな感じになったという話あります。なので結構これ、ね、あり得るシーンなんで、アレルギー持たれている方はぜひ本当に自分が食べれる食品備蓄しておいてください。これが31番でした。そして32番、地域コミュニティ活動、もともとの地域のつながりが弱い地域では避難所運営がうまくいかない。まあこれ当たり前なんですよね。もう本当に、避難所の運営って地域の方が基本的にやるものなんで、お役所の人がね、ホテルみたいになんか運営してくれるわけじゃないんですよ。地域の方がやるものなので、地域コミュニティが崩壊してるようなところに、いきなり避難所運営やれてたら、誰がリーダーになるのとかが始まって、なかなかうまいこといかない。これが想定されてます。そして33番、ご遺体の棺であるとかドライアイス、これが不足しちゃうと、特に夏はもう数日後から遺体の腐乱とか、まあ、匂いとかが発生しちゃいますというのが言われてます。そして34番、これね、これは実はね、首都圏以外の皆さんにも関係する話なんですけども、物資不足が報道どんどんされるんですよね。で、それが報道されると全国的に買い占めがきっと発生されて、で、広い地域で在庫切れとか品不足が発生すると、こういうふうにも報告書に書かれてるんですよ。だからこれ関東以外の人もやっぱり首都直下地震には注目しとかないとダメです。もうすぐね、品切れとか在庫切れが発生するというふうに言われてます。そして次35番、ちょっと似たような話ですけども、食品メーカーとか流通企業も被災により機能が低下しちゃうんで、生産工場がね、別に関東になかったり、流通拠点が関東なかったりして、そっちが無事だったりしたとしても、本社とか基本の機能が失われてるんで、物資の供給が著しく低下しちゃう可能性があると。だからもう全国的にさっき34番で言った品薄が発生する上に、供給自体もちょっと減ってしまう可能性があるというのがここで書かれてます。これがね、最後の35番でしたけど、まあ、最後の34番、35番なんかについてはね、やっぱね、買い占めって良くないんですけど、この段にやってくると、バーって買い占めが起きると思うんで、皆さんもう首都とか、どこに住んでるとか関係なく、やっぱ大規模災害が起きたら、東日本の時もありましたけど、物資不足に絶対なるんで、ないと困るっていうものに関しては、一気に買うとかじゃなくって、今のうちからコツ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 買い溜めていく、こういうのをしてくれた方がいいかなというふうに高岡防災は思っています。これでね、一応35個終わりました。報告書に書いてあるのに大半の人が知らない首都直下地震で起きると言われている35の被災イメージについてお伝えしました。はい、そして最後、第5章、防災相談会。私が相談してるみたいな話になるんですけども、あなたは職場に3日残れるんですかという話を最後にして終わりにしたいと思います。これね、学校とか職場、
大災害があったら、特に首都直下地震については、もう帰宅困難者で大混乱になるから、帰らずに3日間の待機よっていうふうに東京都が呼びかけてるんですよね。で、これはまあ大都市圏大体そんな感じなんですよ。もうすぐに帰るなというふうに言われてます。で、これね、防災アドバイザーの私が言っちゃきっとダメなんでしょうけど、ちょっと無理じゃないですか、3日間残るって。で、高岡の場合はね、子供で幼児とかがいるんで、余計にこれ迎えに行かなあかんので、保育園に。ってなったらもう特に無理になるんですけど、ただ、これ子供がいないっていう想定だったとしても、果たして3日間も会社に残れますかって私これすごい疑問でね。まあ私、サラリーマンもまあ昔グリコでしてたし、で、まあ消防っていうまあちょっと変わった職場ですけど、まあサラリーマンとかまあ公務員もしてたんで思うんですけど、3日間会社に残るって結構辛くないですか？で、家族が例えば安否不明なまま、まあ72時間とも言わんと24時間以上その職場から動かずずっと待つって皆さんできますか？もしくはこれね、職場にそもそも3日分の物資とか、そこ耐え忍ぶ物資って皆さんの職場ってあります？どうなんですかね。で、もしそれあったとしてね、みんなそれでを使ってどこでどうやって寝るとか、その3日間過ごすような想定になってます？なんかそういう想定があるんやったらぜひ教えてほしいなと思っていて、私のイメージだと、まあそんなサラリーマンずっとしてたわけじゃないですけど、やっぱり会社のフローリングの床でもう風呂も何も入れんまま、なんか配られた水とか食料だけ食べて、で、まあ非常用トイレで非常、まあ、大便とか小便とかはして過ごすっていう、まあ要は床生活になるんちゃうかなっていうふうに思ってるんですけど、どうなんですかね。で、これだんだんやっぱりね、体もベトついてきて、自分の体は臭くなってくるし、で、もっと言うと、もう同僚の嫌いな上司とか嫌いなおっさんがもっと臭くなってきたりとかするわけですよね。で、その状態で、そのなんか嫌なおっさんとかの真横でずっとね、耐えながら72時間も会社って折れるんかなと思って、これちょっとぜひ聞きたいなと思ってるんですよ。で、高岡はね、やっぱこうかなりきついなと思ってます。で、すぐに帰るとね、危険だし、で、その、さっき言った通り、歩道にね、溢れ出したりとかして、緊急車両の迷惑にもなるみたいな話もあって、その理屈はもう十分理解した上での話ですよ。上で、あえてちょっと言いますけども、これ皆さんが実際にそれどう考えてるのかとか、で、実際皆さんが勤めておられる会社にどういう備蓄がされているのか、もし知ってたら教えてほしいんですよ。で、実際にそれだけじゃ足りないと思ってる方で、自分で何か会社に備えてる方おられたら、これぜひコメントください。ちなみに私は消防時代ちゃんと自分用の、なんかそういう大災害ね、大地震が起きた時用の非常用トイレセットとかね、そういうのは準備してました。なので、そういう方も結構おられると思うんで、その話もね、ぜひコメントで聞きたいと思ってるんですよ。で、これ、もしよかったら、次ね、今後、私の制作予定で、職場での防災備蓄、何を準備しといたらいいかみたいな動画を作りたいと思ってるんで、そこでそのコメントをね、ぜひ活用していきたいと思ってます。私の高岡防災のチャンネルは、いただいたコメントを元に、もう一回次の動画でね、情報アップデートしていくみたいな形も、ぜひしていきたいし、それすごくためになると思うので、やっていきたいと思うので、ぜひぜひ協力のほどよろしくお願いいたします。ということですいません。なんかバロバロ喋りましたけども、何のまあ皆さんに得があったかどうかわかりませんが、勝手に私が相談しただけっていうね、防災相談会。あなたは職場に3日間残れますかという話を最後にさせてもらいました。で、ね、これで一応すいません。終わりになるんですけども、最後に一言。今回みたいなね、なんか災害を怖がらせる話って、まあいわゆる防災講演会してって言われてする時の前半の話になるんですよ。こんだけ怖いこと起きますよと。だからはい、皆さん今から家具の固定ですみたいな、そんな感じで、それの前半部分になっちゃうんですけども、こういう怖がらせる話をしちゃうと、やっぱね、首都直下地震やばいと。もう今すぐ買い揃えないとって走り回る人、もう今すぐアマゾンで買い物やみたいなね、人が結構出ちゃうんですけども、もう首都直下地震を一番冒頭にも言いましたけども、別に明日発生する可能性もそれは若干はあるけれども、基本的には長いスパンで考えて、何ヶ月、数年、下手したら十数年とか先に起きるのを想定されているものなんで、そんな急いで今すぐわーって動くのはダメです。しかもそれって買い占めとかになっちゃうんで、そういうのはやめてください。で、今焦ってね、一気に、防災グッズアマゾンとかで買い込むって人、まあたまにいるんですけど、それをしちゃうと、高い確率で数ヶ月後に、あ、もう防災対策ええわ、無理無理、もういいわっていう息切れになるんで、それは避けてほしいんですよ。で、もうせっかくなんで、高岡防災ね、だんだん動画の数も増えてきたんで、それをまあゆっくり見ながら、まあ多分そこそこ楽しめるようにしてるはずなので、その動画を見ながら、ゆっくりコツコツ防災対策をしていってもらって、グッズとかを揃えていってもらう、それをお願いしたいなと思っています。
で、それでも、すいません、それでも最優先のことがあって、家の耐震化と家具の固定だけはグッズ買うよりも先に絶対こっちに取り掛かってください。もし旧耐震の家に住んでいるとかやったら家けしゃげて死んでしまうんで、で、家具の固定もせんかったら寝てるとこにバンって、ね、タンスとか重いの倒れてきたらそれで死んでしまうんで、もう死んだらグッズは使えませんから、この二つに関してはもう最優先でまずやってください。ということで、すいません、なかなか今回も喋りましたけども、高岡防災のお話、今日はこれでおしまいにしたいと思います。今日はちょっとね、固めだったし長かったと思うんで、逆にこのパターンでどれだけ皆さん見てくれるのかどうかわかりませんけども、まあ長いこと見てもらえた方、本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。